はい、どうもおめえチャんネルです。本日はですね、先日私の動画の方でも公開させていただきました、ハロー香港キャンペーンのですね、ワールドオブウィナーの続報がね、ありましたので、急遽動画を撮らせていただいております。このワールドオブウィナーにつきましてはですね、香港行きの航空券が無料で配布されるキャンペーンというね、すごい、もう香港政府のね、すごいキャンペーンでございまして、まあ、前回はですね、香港発着の 航空券の、ね、予約がありましたので、まあ、動画を撮らせていただいたんですけど今回はですね日本初の、ね、予約が開始するということでございますのでそちらの内容についてですね一緒に、ね、おさらいと整理していければなというふうに思います。楽しみですはい 初めてね、私のチャンネルをご覧になる方につきまして、私の動画の方ではホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報のお見逃しがないより、ぜひね、チャンネル登録とベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回の動画もね、チェックしていただけると嬉しいです。ではね、早速、内容入っていきたいと思います。行ってみましょう。 はい。今日はですね、こちら、香港国際空港ワールドブウィナーズのキャンペーンホームページの方にやってまいりました。航空券を50万枚プレゼントいたします。ということでですね。まあね、もういろいろ出てるんですけど、今回はその他のアジア諸国ということでございまして、東南アジアの航空券は配布済み。日本と台湾の航空券はそれぞれ6月と7月に配布予定ということでね、出ております。で参加するですね、航空会社につきましては、こちらのね、キャセイパシフィックさん。 そして、香港エクスプレスさん、えー。香港航空さん。はい。そしてね、こちらのグレーターベイ航空というふうになっております。4社からですね。で、今回ですね、まあ、この4社のうちですね、3社はね、もういつからやりますって発表があったんですが、まあ、後ほどまたご説明しますが、こちらのグレーターベイエアライン、グレーターベイ航空さんだけですね、まだね、未発表という状況でございます。 はい。それではですね、こちらがワールド・オブ・ウィナーズ航空券プレゼントキャンペーンということで、キャセイ・パシフィックさんのね、ホームページの方にやってまいりました。まあ、応募するにあたってはですね、18歳以上であることと、まあ、キャセイ・パシフィックのね、会員であること、まあ、無料でね、登録していただくことができますので、ご登録をしてください。 キャンペーン概要ですね。応募期間につきましては、2023年6月26日月曜日の正午12時からですね、2023年7月2日日曜日の23時59分までとなっております。応募対象者は応募時に18歳以上のキャッセイ会員であることが条件となります。商品につきましては、成田、大阪、名古屋、福岡、札幌のいずれかからの初のですね、香港行き往復のね、航空券がプレゼントされるということになっております。 キャセイパシフィックのエコノミークラス航空券1枚を抽選で1万2000名様にプレゼントということになります。まあ応募はね、6月26日から7月2日の23時59分までにしていただいて、抽選結果が2023年7月12日水曜日に応募者全員にですね、応募時に登録されたメールアドレスに登録がね、発表されるという形になります。まあただしね、気をつけていただきたいのが、 所税金や燃油サーチャージにつきましては当選者の負担となります。これね、往復でですね、およそ2万5千円ぐらいね、かかりますので、航空券は無料と言っても全くお金かからないわけではなく、空港利用料だったりとかね、税金関係と燃油サーチャージはかかってきますので、そこだけはね、あの、ご注意ください。 かなりね、殺到されることがね、えー、想定されます。まあ、キャンペーン初日は応募が殺到し、応募ページが表示されるまでしばらくお待ちいただく可能性がありますよ、ということがね、えー、書いてございます。まあ、まずね、キャセイパシフィックさんにつきましては、抽選という形になっております。はい、それではですね、こちらが香港エクスプレスさんでございます。さあ、で書きよう。ワールド・オブ・ウィナーズ、香港エクスプレスと香港国際空港から航空券プレゼントということで、 香港国際空港提供の航空券プレゼントキャンペーンまもなく開始お楽しみにということですがキャンペーン期間がですね2023年6月26日から7月の9日までとなっておりますでお手続きガイドというふうにありますけれどもねこちらにつきましてはですねなんとね 6月下旬から先着順の申し込みでスタートとなります。ですから、2023年6月の26日のですね、えー、こちら申し込みがね、殺到されるんじゃないかなっていうふうに思います。これちなみにですね、何時からっていうのがね、記載がないんですよね。このキャンペーン情報の方にあるのかな。はい。えー、航空券の旅行期間いつまでですかとかね、まあそういうのはあるんですけど、これよりは、このキャンペーンの概要、 キャンンペーンの参加についてうーん特にはね、何時からっていう、もう日付またがった0時からとかなるんでしょうかね。それとも正午からになるんでしょうかね。そこら辺のね、明記がございませんね。えー、キャンペーンの参加にはどのような情報を提供する必要がありますかということでね、パスポートに記載されている氏名、パスポートに記載されている生年月日、連絡先とメールアドレスと携帯の電話番号が必要ですよということでございます。はい。 なので、まあ、こちらもね、利用するにあたってですね、まあ、事前にね、あの、ご登録していただくのがよろしいのかなというふうに思います。はい。で、こちらですね、申し込みするにあたって、初期則、初条件があります。詳細についてはこちらをクリックということでございまして、はい。 こちらでございます応募資格を持つ参加者は日本在住者でございまして有効な渡航書類、まあ、パスポート等を保持していること有効な E メールアドレスをまあ所持していること予約時にこれは12歳以上ですかね12歳の年齢に達していることが必要となりますここはね香港エクスプレスさんは18歳じゃなくてもお子様もね申し込みしていただくことができると、まあ、ただし12歳以上という形でございます。 はい。で、航空券につきましてはね、プロモーション期間中、参加者に対して、日本から香港への香港エクスプレスの無料の往復航空券を14,900枚を先着順でご用意します。ということでございます。これにはね、また別途所税、サーチャージ及びその他の料金が、えー、かかってきますので、まあ、これもね、およそ2万0千円ぐらいかかってくるものとね、えー、思っておいていただければいいのかなというふうに思いますので、ご注意ください。はい。これはね、先着順でございますね。 はい。続きましてはですね、こちらの香港航空さんでございますが、こちらにつきましてはですね、2023年6月の27日、先ほどのですね、香港エクスプレッサーの翌日9時からね、開始という形になりますので、うん、これを見る限りだと、 私個人的にはですね、香港エクスプレスさん申し込みをしていただいて、その後にね、翌日香港航空さんやって、まあその空き時間にキャセイパシフィックさんをね、まあ抽選なので申し込みができればいいのかな、なんていうふうに思っております、えー。2023年6月27日の9時からですね、はい、香港航空さんは開始されるという形になります。その他につきましては、こちらね、年齢がいくつからなのかとか、まあそういうことが どっかかににあるんででしょうかねね特に見当たらないです、ねはいすはとりあえずまあ申し込みがね、6月の27日9時からできるといった形になります。そして最後ですね、こちらがグレーターベイ航空さんにつきましては、まだね、ホームページ上を見る限りでは特段。 情報が出てきておりませんので、ここら辺もね、先着になるのか、抽選になるのか、申し込みをするにあたっては何時からになるのかっていうのは、また引き続きね、えー、注視していただく必要があるのかなというふうに思います。 はい。いかがでしたでしょうかまあ、こんな感じでですね、各社、えー、情報がね、今出揃っているという状況ですけど、まだまだね、すべて出ているわけではありませんので、また引き続きね、6月の26日までの間にですね、いずれ発表があると思いますので、引き続き注視をしていきたいなというふうに思います。最後にですね、もう一度ね、おさらいをしていきたいのと、注意点などね、お話しできればなというふうに思います。まずですね、キャセーパシフィックさんにつきましては、抽選でございます。6月の26日の正午、12時からね、開始という形になります。 実施方法につきましては、期間内の応募者から抽選という形になります。配布枚数につきましては、1万2000枚。そして、応募期間がね、6月の26日の月曜日、正午から7月2日日曜日の23時59分までとなっております。応募対象者につきましては、キャッセイ会員であることと、18歳以上であることが必要となります。まあ、登録につきましては、無料でね登録していただくことできますので、必ずね、登録をして申し込みをね、 ぜひやってみてくださいで。配布航空券につきましては、日本初、香港往復のキャセイパシフィックのエコノミークラス航空券が1枚という形になります。発着につきましてはね、成田、大阪、名古屋、福岡、札幌のいずれかを選択していただく形になります。で抽選結果の発表は7月12日の水曜日という形になります。はい。続きまして、香港エクスプレスさんの方ですが、先着順となってまして、6月26日、 申し込み開始という形になります。時間につきましてはね、まだ発表がありませんので、おそらくね、今後発表されるんではないかなというふうに思います。旅行のね、対象予約期間につきましては、2023年6月30日から2024年の3月30日までとなっています。予約可能な航空券につきましては、成田、羽田、えー、大阪はね、タンク、えー、福岡、名古屋、高松、鹿児島、えー、沖縄、香港間の往復航空券が えー、応募していただくことができるという形になります。香港エクスプレスさんはあくまでですね、先着順という形になります。開始時間は未定ということでございます。そしてね、香港航空さんにつきましては、こちらもね、先着順で、開始は6月27日9時からという形になっております。 予約可能な航空券につきましては東京。これは成田なんでしょうかね、えー。大阪、札幌、沖縄、福岡、名古屋発、えー、香港行きの香港航空券往復のエコノミークラスが対象という形になります。はい。一日ずれてるのはありがたいですね。はい。そしてね、最後、グレーターベ航空さんにつきましては、まだね、詳細が今現時点ではまだ出ていないといったところでございます。はい。ということで、まあ、 説明のね、途中でもお話しさせていただいた通り、まあ個人的にはね、香港エクスプレスさん6月26日、時間未定ですけど、こちらから申し込みをしてですね、先着順、えー、頑張って当たったら嬉しいなっていう感じです。で、その次にですね、香港航空さんをやって、その合間にですね、キャセイパシフィックさんの抽選申し込みをしておくと。 いう形になるのかなという形ですね。あとは、まあ、グレーターベイ航空さんがいつ、えー、申し込み開始になるのかを注視していく必要があるのかなというふうに思います。で、まあ、先ほどからね、くどいようにお話しさせていただいてますけど、航空券は無料でございますが、えー、所税であったりとか、燃油サーチャージにつきましては、別途ね、あの、ご自身でご負担していただく必要があります。まあ、こちら、往復につきましては、大体ね、2万5千円ぐらいね、かかるというふうに思っていただければよろしいかと思いますので、まあ、2万5千円ぐらいでね、往復航空券を買えるというふうに ね、思っていただければいいんじゃないかなというふうに思います。あくまでも全部無料ではありませんので、その点だけね、えー、ご注意いただければなというふうに思います。はい。ということで,ですね、まあようやく日本初のですねこちらのワールドオブウィナーのキャンペーンがね開始するということで動画を撮らせていただいております。またね引き続きグレーター・ベイ・コークさんのまあ、詳細につきましてはね発表をちょっと注視していきたいなというふうに思います。こちらのね動画を見ていただいている皆さんはね無事に。 ご当選、えー、航空券をゲットされることをね、切に願っております。はい。頑張りましょう。 ということでね、今回の動画につきましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方はぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただけると嬉しいです。概要欄下の方に私ツイッター e Instagram やってまして URL 貼ってありますのでぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の前ではねホテルの宿泊レビューであったりとか航空機の登場レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報の見逃しがないようにぜひね、こちらのチャンネル登録とベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回 の動画もチェックしていただけると嬉しいですということでまた次回次の動画でお会いしましょう